秋田商業高校に来ました。今日は千葉ロッテマリーンズに入団が決まった成田翔投手にお話を伺います。早速行ってきます。今年夏の甲子園大会でベスト8進出の原動力となった秋田商業高校の成田翔投手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。秋翔は大活躍の夏でしたよね。成田投手にとっては今回2回目の甲子園だったわけですが、いかがでしたか？1年生の時は緊張したんですけど、やっぱ3年生の夏では緊張することなくいいコンディションで迎えられたので、いいピッチングができたと思います。今年の秋翔はどんなチームでした？夏の大会始まる前から本当にいい雰囲気になってきて、そのいい雰囲気のまま甲子園にも入れたので、チームの状態はかなり良かったと思います。一戦一勝でやってた分、その一試合にかける思いがみんな強く、その思いがあったから勝ち上がってきたと思います。では今度は成田投手ご自身のことについて伺わせてくださいね。まずは千葉ロッテマリーンズ入団おめでとうございます。ありがとうございます。指名を受けた時どんな気持ちでした？その指名されるまで本当に不安な気持ちもあったので、指名された時は本当にすごく嬉しい気持ちでした。夢を叶えるまでに相当な努力をされてきたと思うんですよ。どんな努力をしてきました？自分は本当にランニングはほぼ毎日やっていて、その夢を叶えるためになら本当に苦しいことでもやろうと思っていたので、とにかく下半身強化のためにランニングはしてきました。その体は小さいって言われてきたので、その分強くなるために本当にウェイトトレーニングなどをやってました。これからプロ野球の世界へと足を踏み入れるわけですが、目標とする選手って誰ですか？その本校出身でもある石川投手がやっぱ自分の憧れなので、本当にその偉大な投手を超えるために、これからも本当1年1年大切にやっていかなきゃいけないと思います。プロに入って対戦してみたいバッターって言います？はい、プレミア12でも活躍していた中田翔選手と対戦したいと思っています。球界を代表する本当好バッターだと思っているので、そういうバッターと対戦して抑えたいという気持ちはあります。侍ジャパンアンダー18ベースボールワールドカップで世界との戦いも経験されましたよね。はい、力はかなりあると思ってたんですけど、自分の変化球が思うよりも通用していたので、その分本当に自信にはなりました。これからの成田投手の活躍期待してます。はい、ありがとうございます。それでは最後に成田投手の今後のビジョンを教えてください。100勝をまず目指して石川選手を超えるような大投手になれるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。期待してます。成田投手、今日はどうもありがとうございます。プラス。お正月は秋田ビジョンプラスプラスが15分に拡大。佐竹知事と一緒にこちらのお二人をゲストにお迎えしてお届けします。お楽しみに。私の秋田ビジョン、野球で恩返し。秋田のゆこ百貨店。